某ビジュアル系モンスターバンド、開演30分遅れは当たり前、10分遅れで拍手、ジャストは奇跡。どうもモカです。どうもビグモンです。はい、確かにね確かにね、某ビジュアル系バンバンドね、あのね伝説だよね。伝説逆にあのジャスト、まあどうせ遅れるだろうなと思って行ってみたら始まってたっていう奇跡もあったりね。そんな奇跡もあったね。今日は何も私聞いてないねんけど。何も言ってないもん。なんかトークするっていうのだけ聞いてみて。うん、とりあえずトークしようかなと思って。何の？何？何話あんの？ね、すいません、最初に謝っておきます。これ今。流れる時は4月の27ぐらいかな、まあ最終火曜日、ね、4月の最終火曜日に流れる予定なんですけど、ビッグモカチャンネル、一回ちょっとお休みさせていただきたいと思います。はい、すいません。まあ登録者数ね、まだまだ少ないし、そんなに、まあ、見てる人たちも少ないかもしれないけども、やっぱ見ていただいてる。そう。ね、現に時間割いて、見てくれてる人たちも、いてくれてるから、やっぱし、ね、楽しみにしてくれてるっていう、超少数派もいるからね、きちんと、ちょっと、こう、お借りして、お詫びを申し立てたいと思います。はい、ですね。はい、すみません。すみません。5月、一応5月まで1ヶ月ちょっとお休みいただいて、次じゃあ6月1日の火曜日かなの予定なんだけど、ちょっくら珍獣ピグモンさん、まあ見ての通り今こんな色やし、まあもうちょっとしたら変身とかもする予定やし、何しかネタはいっぱいあるんですよ、やりたいネタとか、やりたいこととかいっぱいあるんです。あのね、ただすいません、ピグモン、モカさん二人でやってるわけですよ、撮影兼編集、もうニコイチでやってるんで、ちょっくら時間がないと、真面目に遊んでるからこそ、ちょっとお休みいただこうかなと、中途半端にねやるよりも、そうね、何でもかんでもあげりゃええっていうもんでもないと思うし、そうそうそう、ちゃんとね完成してて、そう高いものをね、なるんですよ。まあ一応、じゃあ一応つか普通に素人は勝手気ままにやるにも、やっぱし真面目に遊ぶっていうのもコンセプトの一つでもあるし、であとやっぱ社会不適合者の2人なんでそうやねそれを社会に羽ばたくというか、社会に出ても大丈夫なようにこうやってね、まあ YouTube 全世界で放送されてる、だから誰見られてもおかしくない状態でやってるんやけども、まあ真面目な話、真面目に遊びたいので、ちょっと1ヶ月ぐらい、1ヶ月もしくはちょっともうちょっと休ませていただくかもしれないんですけども、ちょっとネタを撮ったり、撮影の方に力を入れたいっていうのと、あとスパイダーレックス、スパイダーレックス、ちょっと本気でやろうと、まあ常に本気なんやけど水面下で動いてました、実際、モカさんに手伝ってもらっていろいろ、まあちょっと今見えるかどうかわかんないけど、こういうタンスを作ってみたり、この辺上がってたりすると思うんですけど、まあズボンだったり、もっときちんとやっていきたいと、でスパレグってかれこれ平成18年の4月10日がスパイダーレックス立ち上げた日なんです。平成18年4月10日、いやーなっと、なそう覚えればいいのに、そうなっと嫌いやし、嫌いとか食べられへんからね。ああ、そうやし食べられへん、ね、逆に嫌いなもの、好きなものより嫌いなものを覚えやすいじゃん。ああ、そうかそうか、だから嫌なっと
かれこれもう15年とかになりますわ、うん、で本来だったら10周年とか15周年でイベントとやる予定だったんですが、うん、このコロナ禍だったり、うん、まあ僕の精神的なこともあって、うん、用意できなかったんですけど、精神的にもまだまだ不完全やし、うん、みんなの力も借りないといけない状態やけども、ちょっとずつ動いていこうかなと、うん、思いまして、うん、まあ今ちょっと勉強中なところもあって、ちょっとガチでクラファンを募ろうかなと、うん、ちゃんといくら、まあ、1000円だったら何々とか、うん、5000円は何々、1万円だったら何々っていうのを、うん、バックっていうのかな、うん、で店を自分がやりたいことのためにあのお金を募って、うん、そのお金が貯まりました。じゃあ何をしてくれるのかっていうことなんですけども、一応考えてるのが、うん、まあ、コースがいろいろあります、うん、で目標金額一応200万って考えてます。はい、はい、うん、すんごい大変です。いや、そうね、うん、めちゃくちゃ大変です、うん、で、うん、まあクラファンちょっと本当立ち上げたいと思うことが一つ、うん、であとやっぱりピグモカチャンネル、うん、イコールまあスパレグっていうのも結構大きく動くことになるんで、うん、そのためにちょっと今更ながら、うん、ちょっと SNS の方をもうちょっときちんとやっていこうかなと、うんうんうん、要はピグモカチャンネル、うん、YouTube だけじゃなくて、うん、あのインスタ、もう今更ですよ、うん、今更の今更何言ってんねんって言ってるの分かります、うんうん、だけどもやってきてなかったから、うん、だからここに来てなんでやろうかと思ったら、うん、やっぱし宣伝効果ってやっぱしそっちがでかいし、でかい。 Facebook とかも僕個人的にやってて、うん、動機、うん、いわゆるスパレグとピグモカチャンネルって結構同期できる部分があるから、うんうんうん、でみんなも見てくれるし、まあ基本あなたが一番の依頼者になるんですけども、うん、ね、うん、でもやっぱり特攻区のデザインしてってあったり、うん、スカート作ってとかあって、やっぱりモカさんが依頼してそれを Facebook とか、うんうん、乗せて、で私もって言ってくれてくれたり、うん、でかでもっと言うとモカさんも、うん、ミサンガだったり、そうだよね、そっち系もやっとるから、そういうのもひっくるめて、うん、まあスパレグっていうのも、うん、まあ個人で俺がスパレグで SNS とか、うんうん、楽天とかいろいろあるやん、うん、そこでまあ初めはインターネット販売とか、うん、まあほんま今更ですよ、うん、今日やらないと動かんし、うん、それはもちろん店舗構えてやりたいです、うん、実際は後々やっていきたいとは思ってます、うん、ちゃんと古物も取って、うん、古着もまた新たに商売にできるように、うん、それで飯食っていきたいなっていうのがあるんで、うんうんうん、みんなそこでもやっぱ皆さんの力が欲しいです、うん、はい、ちょっと真面目な話だけど、うん、ガチでちょっとそれは考えてますんで、うん、はい、まあピグモカチャンネルもそうやし、うん、スパレグっていうのもあるし、真面目に遊ぶっていうのは本当に愛は体力ですし、そうですよ愛は体力です、なんですよ、うん、まあそういう話です。あ、そうなんですね、はいはい、はい、ホッとした。いや、何かドキドキしてた何かなって別にそんな、うん、でも本気やし、うん、それはわかる、うんうん、ずっと言っとるやろ俺、うん、ずっと言ってる。クラファンのこともね、実はずっと言っててね、そうそう、うん、とうとうって感じ。ただうちの師匠が、うん、女も人の金当てにしてやるなんてクソったるかおめえはつって、うちの師匠には言われたけども、うん、やっぱしそういうやり方もありますよっていうのも言いたいし、うんうん、でそれこそお国がそのお店がブンブン潰れてる中どうしていけばいいか、うん、クラウドファンディングとかもありますんで、それを使って店を継続していってくださいみたいなことも国からも
お察しが出てる世の中ですよ今、うん、十何年前じゃ何の宗教やねんっていう、うん、クラファンって何やねんって考えられなかったけども、うん、でも考え方によってはその投資の仕方というか、うん、スパイダーレックスいろんなものを作ったり、うん、DIY とかもやってますし、うん、とにかくやるには時間とやっぱしゲスの話お金が必要なんです、うん、いかに安くいかに楽しくやっていくのかってすごい難しいけども、うん、でやっぱスパレグって、うん、俺の中ではもう一生思いやし、うん、もともとスパレグってなぜ立ち上がったかというと、うん、言ったっけ？いや聞いてないですか、うん、スパイダーレックスっていうのはですね、もともと僕の本当に大好きな、うん、ヒデさん、うん、ヒデミュージアムって横須賀の海ガス公園の方にあって、うん、それがまあ閉館になると、うん、でその時にみんなもうそこがまあなんかすごい宗教臭いかもしれないけど聖地って言われてるし、うん、どっちかっていうとまあライブとかでも会えるけども、うん、あそこに行ったらみんなに会える、うん、でしかもヒデっていう個体じゃなくもうロック好き音楽好き、うん、もう社会不適合者って言われてだろうが、うん、いじめられてたやつらだろうが、うんまあ、いろんなもうほんまに疲れ切った人たちが、うん、そこに集まって、うん、そこで元気をみんながもらって僕もそうです、うん、それがもう潰れると、うん、9月25日、うん、2003年だったかな、うん、ちょっとごめんなさいその辺曖昧なんですけど、うん、9月25日伝説の閉館の日、うん、あの時に今後どうしようかねってなった時に、うん、ほな自分もともと地元が長野県なんですけど、うん、そこで、うん、ほなじゃあ俺ちょっと古着にも興味あるし、うん、でヒデさんのコンセプトの、うん、レモネードっていう、まあ、その辺はちょっとまたググって調べてほしいんですけど、うんまあ、レモネードっていう一つの考え方と僕がやりたい目指してたものというか、うん、がすごく合致したんです、うん、ヒデさんだったらこういうの好きだろうかなというのもあるけども自分自身もあこれをこうやって改造したらこうかっこよくなるし、うん、もう捨てたもんでもこうやってリメイクリサイクルリフォームしてったらもう世界に一個このもの、うん、量販されたもの、うん、服って、まあ、量産化ね、うん、チェーン店とかいっぱいあるやんか、うん、それでももうボロボロになってもまた俺という、うんまあ、スパイダーレックスの珍獣ピグモンこと中島照之が、うん、またその持ってきた人と、うん、俺で、うんまあ、お客様と店長で、うん、こういうデザインにしたいんやけどどうすればいいですって答えたら、うん、あじゃあこうやったらこうやった方がいいんちゃうっつって、うん、まあ一つの服をつける作り上げるっていうのがコンセプトやから、うん、もうほんとボロボロになったり不良品もともともう不良品だったものをまた使えるようにするっていうのが、まあ、カスタマイズ古着屋、うん、スパイダーレックス、うん、通称スパレグなんですよね、うん、であとスパレグの強みというか自分で言うのもないやけど、うん、速攻で作るっていう、うん、もうイメージ湧いたらパパって作る、うん、もう10分15分で作れるようなこととかもやっぱりしてるんで、うん、であと僕自身ほんまにお金がない、うん、けど楽しみたい、うん、じゃあ稼ぎゃいいじゃん、うん、稼いでもやっぱし欲しいものがなかったか手に入らない、うん、だったら自分で作る、うん、ってなって作ったりしてたり、うんうん、あとやっぱり学生の時って、うん、暇があってもお金がない、うん、大人になったらお金があっても暇がない、うん、チロリンの歌詞だけどねこれはね、うん、そうハワイに来てって知らん、うんうんうんね、そういう、うん、まあまあまあちょっと脱線する、うん、まあまあ要は俺らみたいなね中年もう着れるような服も作れるんやけども、うん、大人になりきれなかった大人たちの人たちにも提供できるような服だったり、うんうん、学生がお金ないけどもこういうの作ってほしいですって言われたらなるべく低予算で作るっていうのも一つ
にあるから、うんうん、予算をなるべく抑えて世界に一つしかないものを作りていこうっていうのがスパイダーレックス、うんうん、でもう一個スパイダーレックスって蜘蛛の足、うんうんうん、ヒデさんの場合は、うん、ヒデさんが作った蜘蛛と蜘蛛の巣、うん、に引っかかった者たちが集まったものが、まあ、レモネード、うんうん、と言われる、もうヒデさんに引っかかったらーっておもちゃ箱をひっくり返したような、うん、逆に俺は自分の足でぶわーっかき集めて作り上げる、うん、だからスパイダーレックス、スパイダーの足、うん、でスパイダーっていうのは造語なんやけど、うんうん、俺の場合 SPYD でスパイダー、うんうん、D、D かR、ね、あで R が逆になってたりするんだけど、うん、スパイって、うん、ね、うん、あのスパイのね、うん、でスパイダーって、まあ、ウェブの中の、うん、まあ、まあ、それこそヒデさんがピンクスパイダーの曲のうんちく言ってる時も言ってるような意味合いも込めて作っとるから、うん、それを自ら自分の足で運んで盗み、うんうん、あの いい意味でですよ、取るとかじゃなくて、うん、いいものを盗んでそれを作ったり、うん、で逆にこういうのあんねんけどどやー言って飛びかかって失敗してもそれをうまい具合にするのがスパイダーレックス、人それぞれなんで、えこんなんかっこ悪いよ言うててもいやめっちゃかっこいいやんって言う人もおるし、だその他大勢のその他でもええんですよ、なぜかというとその人もその他っていう名目で一つしかないわけ、うんうん、まあ、そういう意味でスパイダーレックスっていう、うん、ともっと言うと、うん、不思議なことにスパイダーレックス、まあ、自分の店立ち上げることになった時に、うん、名前何にしようかと、うん、友達、うん、ヒデファンとか、まあ、集まって話してたと思う、うん、ある女性がファンって浮かんだ名前がスパイダーレックスなんですよ、うん、それええやん言ってもう即採用して、うん、そっからもうあれよあれよと15年ですわ、うん、その説ありがとうございました、うん、見てないと思うけどまあスパイダーレックスっていうのはそういう感じで出来上がって、うん、立てたり潰れたり立てたり潰れたりしてたんだけども、うん、やっぱしどっかでもやっぱしやりたい、やっぱずっとやりたいやりたいやりたい、じゃあなんでできへん、うん、僕には経営する能力がないんです、うん、お金は稼ぐことはいくらでもきます、うん、働けばいくんです、うん、ただスパイダーレックスっていうもので飯を食うってなってくると、うん、経営のやり方がまずわからないから、うん、で服とかはぶっちゃけ安く仕入れてくることができます、うん、それを売り値として考えてくると、うん、どうしても儲けを薄く売っちゃう自分がいるんで、うん、ああそうやね、そうでしょ、まあそうやね、うん、そういうのがあるからそれを止める人たちも必要やし、何が言いたいかというと、お金と人を今ボランティアでもいいんで、というかボランティアでなるべく、あと依頼等もお待ちしてます、うん、もうほんまにやりたいです、うん、すごくやりたいです、うん、成功失敗とかじゃなくて、うん、ただし成功したいです、うん、お金も欲しいです、あきし、ただ軍資金がないです、なので、うん、お願いします、お願いします、では、はい、そういうことなんで、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、だけど今回はやめて、うん、ほんまにお願いします、お願いします、ではまた、最後までご視聴いただきありがとうございます。
チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。